皆さんこんにちは、タートルです。今回は全身使えるエクササイズということで10分間一緒に頑張っていきましょう。ではやっていきます。まず10秒準備です。1種目目はジャンプジャック、こういう感じでジャンプジャックやっていきましょう。まずは少しずつ呼吸を上げていきましょう。慣れてる方はですね、手は上で叩いてください。上で初級の方は手は横でマイペースでやっていきましょう。45秒動いて15秒歩きます。今ライブ配信もね、今同時に今やってます。いやー、息がね、少しずつ上がりますね。はい、歩きましょう。15秒歩きます。次は2ハイ、ここまでもも上げましょう。マイペースでいいです。腰の高さに手を置いて、そのもも高く上げる感じです。これでね、結構ね、息が上がりますんでね。まだね、1日目ですからね、少しずつね、体力つけて10分楽勝でね、出るように頑張りましょう。楽なメニューばっかりをね、やってきますんで。歩きます。今度はね、肘膝つける感じで、肘膝つけるんですけど、しっかりねおへこを覗き込む感じで、そう、手だけじゃなくて体から丸める感じで、お腹をしっかり引っ込めていきましょう。しっかりね、引かすイメージで、この立ってね、やる動きでも十分効きます。しっかりと腰を丸めて、おへそを覗き込む感じです。はい、歩きましょう。次は寝た状態でふくらはぎです。手はクロス、軽く起きるだけでいいです。ここまで、ね、起きなくていいです。肩は丸めるぐらいです。二項が少し見えるぐらいまでいきましょう。はい、歩きましょう。今度はゆっくり足と上半身を動かしてください。
下を伸ばしたストレッチをします。はい、今度は縮めたお腹をしっかり伸ばしてください。上半身を反らした状態で呼吸を大きくしましょう。右向いたり左向いたり、そこ外出先にも引きます。これで、ね、少し体がね休まりますよね。あともう少しです。ポイントはね、この15秒間呼吸を戻さずに歩くというところがねポイントです。で、今度スーパーマンです。体を上げて2秒ぐらい止めて戻します。戻していきましょう。大きく吸って深く吐きます。ベッドの奥に空気を入れる感じです。はい、今度は足掛けの腹筋です。腰が浮かないように注意です。腰が浮いてしまう方はもう少し足を曲げて動かしてください。腰が浮かないようにできる方は足をできるだけ伸ばしてお待ちください。マイペースで OK です。最後までね、やりきるのがポイントです。 OK、やります。今度またジャンプジャックです。最後にもう一度呼吸を上げ直します。マイペースで OK です。10分間ね、あっという間ですよね。最後はね、もう一息呼吸上げますので、最後はこういう感じで走ります。できるだけ最後は早く手を振って足を振って走ります。はい、しっかり手を振ってこっち引きます。お腹をしっかり引っ込んで、おへそをのぞき込む感じで。はい、さらにペース上げて、はい、お疲れでした。
最後ね、少し呼吸を戻していきましょう。運動が終わってすぐねパタッと止まるともったいないので、呼吸が完全に落ち着くまでは歩くことが効果的です。まだ呼吸がね、皆さん上がってると思いますので、もうちょっと歩いてください。全身を動かした後にこのウォーキングがね、脂肪を燃やしやすくしてくれますから。はい、お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。よく頑張りました。で、今日まだね1日目ということで、これからいろんなエクササイズを含めて10分間一緒に頑張ってもらえたらと思います。30日間ね、まあ、アップしていきますんで、まあ、頑張ってね毎日載せられた動画を見つつ、一緒に動きつつ、休み休み最後までとにかく頑張る。10分間、途中で休んでバタッとなってもいいんですけども、最後までやっていくってことが達成感と30日後の体の変化に大きく影響してきます。ということで、今回は10分間フルボディエクササイズでした。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとシェアボタン、コメントよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。